皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀夫です。今日は、いける正常位、ダメな正常位、今日は成功の単位についてお話しします。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。今日はですね、中高年の性にとって、外すことができないであろう体位についてお話をしていきたいなと思います。今日はですね、今まで体位のお話してこなかったんですけれども、具体的なね、前半戦は総論についてお話しして、そして後半戦については具体的な正常位のバリエーション、それについて皆様の体の負荷が小さかったり感じやすい、ね、こういうふうにするとより一層女性にとってはありがたいんじゃないかというね。さて皆様、中高年と中高年じゃない若い時って何が違うでしょうか。女性の場合はですね、更年期に差し掛かってくる頃、50歳前後において女性ホルモン、エストロゲンが非常に低下してきます。その時に何が起こってくるかというと、そう、乾燥が進むんでしたね、デリケートゾーンのね。そして膣がヒリヒリ痛くなってしまったりとか、挿入時の痛み、濡れにくくなり、潤いが少なくなってきたために性交痛を訴えやすくなる。そしてエストロゲンの低下というのは性欲の低下をきたして、まああまりしたくなくなるとか、オルガスムに導きにくくなるとか、いろんな変化が起こる。こういう話をこれまでしてきました。しかし女性ホルモンだけで私たちの体ができているわけではありません。もちろん筋肉や骨格、神経、いろいろなもので私たちの体はできています。そして50歳を境にして、だいたい更年期前後ですね、40代からだんだんいろんなところに思わぬ不都合ができてきます。その一つが体位による満足度の変化です。今日はまず最初にホルモン以外の話として、私たちの体に40代以降どんな変化が起きてきているのか、そのお話から入ります。これはですね、まず変形性股関節症診療ガイドライン2016、日本整形外科学会、日本股関節学会の監修によるものをまず一番最初に持ってきました。なぜならば、性交するときに必ず股関節の開背って言うんですけどね、医学用語で、こう股をこう広げることを開背と言います。そして体重が乗ったりしますから、こう体重が乗るときに股関節を曲げ上げることを屈曲と言います。これがですね、だんだん加齢とともにですね、開背という角度が小さくなってしまったり、屈曲に制限ができてきたりします。決してこれはまあ別におかしなことではなくて、生理的に普通のことなんですけれども、この開背制限であったり屈曲制限っていうのは外から見てなかなか分かりません。本人は痛みとして分かるんですけれども、それが外から見て分かりにくいので、パートナーとコミュニケーションがうまく取れていないと、前はあんなに好きだった体位なのになんだかノリが悪いなとか、感じ方が違ってきたぞということになり得ます。まず股関節の変化からお話しします。これね、有名なですね、変更症って言うんですけれども、ね、通称変形性股関節症、日本人女性の有病率っていうのにも、まあ、調査によって差があるんですけれども、 2% から 7.5%、 これね、 7.5% を本当に基準にしてしまうと、13人に1人の女の人が変形性股関節症に悩んでいるということになります。世界中の、まあ、調査で男性より女性に多い股関節症です。日本人の場合は男性が 1から4.3% の報告ですから、だいたい2倍、女の人の方が股関節を痛めやすいという素地があります。そしてですね、股関節症、変形性の股関節症というのはどういう症状で現れるんでしょうか。というと、一番最初はですね、痛み、股関節のですね、前、鼠径部ですね、付け根あたりが痛くなり始めるというのが一番最初の症状になります。これがですね、発症年齢っていうのが思いのほか若くて、37歳から50歳にもうすでに股関節の痛みを感じ始めるという報告になります。ということはですよ、特に
40代からですね、女性ホルモンのエストロゲンもぐっと減ってくるっていうことは、関節の可動性だったり柔軟性を失ってきますということは、一気に痛みも更年期から増えてくる、どの関節もなんですけれども、性交における主な主軸である股関節に痛みを感じ始める年齢であるということがわかります。そしてですね、変形性股関節症があるとどういうことになってくるかというと、実際股関節だけでは食いとどまらないということが分かってきます。実際股関節がこうね、変形してきて痛くなってくると何が起こるかというと、その股関節の痛みをかばうためにですね、痛い方の股関節とは反対側の膝関節、これで体重を支えるようになります。ですから痛い側の股関節と反対側の膝を非常に痛めやすくなります。その結果、変形性膝関節症が進んでしまい、人工関節の頻度がですね、変形性股関節症がある人よりも 1.4 倍から 1.8 倍人工膝関節症に移行しやすいと言われています。ということは、膝も腰も悪い女性になってしまうということなんですね。そして膝だけにはとどまらず、そう、歩くときにね、腰はね、人の要ですからね、足の関節の負荷もなんと6倍になってしまうという報告なんですね。その結果ですね、股関節が悪い女性っていうのはどうなるかというと、股関節だけではなくて、実際下肢、足全体の機能障害、機能低下をきたしやすいということ。機能低下というのは、関節の可動域が小さくなったり、痛みを生じやすくなったり、曲げたり伸ばしたり、こういう機能が十分に行われないということになるんですね。なんとなく体位のイメージとこう結びつけて考えてみてくださいね。これが決して、まあ、珍しいということではなく、結構多くの女の人に現れてくるということがベースです。で、まあ、実際は股関節よりも頻度が多いのは膝関節ということになります。女の人の、日本人の女の人の膝関節はどういうふうに加齢とともに変形していくでしょうか。見てみましょう。こちらですね、このようにですね、これは、吉村先生らの報告です。ジャパンボーブ、日本のですね、非常に有名な2009年、和歌山県のですね、和歌山県と東京都の3040名、男の人が1061人、女の人が1979人、膝関節に関して X 線を検査してみた調査の結果です。はい、ご覧いただきます。もう一目瞭然ですね。40代より50代、50代より70代、70代より80代が増えます。青い線が男の人、そして赤い線が女性です。このようにですね、もう60代になると2人に1人以上が女の人の場合が、もう膝がどっか悪い。痛さの重症度に確かに大きな差はあるんですけれども、女の人っていうのは筋力が男の人より少ないですし、骨自身の強さも弱いので、体重を支える膝関節というのは非常に痛めやすいということになるんですね。っていうことはですよ、もともと膝関節も悪くなる、そして股関節も悪くなるのが普通のコースだとすると、そうね、アクロバチックな体位で膝をぐっと曲げるとか、股関節をパッと開けるとか、非常に女性の負担が大きくなってきてるんじゃないかなっていうイメージ、お分かりいただけます？でね、それを女の人は口に出してなかなか伝えられない。そう、たとえ痛いですかって聞いてもですね、痛いよっていうのが言えるコミュニケーションがないと、痛いっていうとですね、アートな、まあ、パートナーの気分がなえるんじゃないかとか、なんだか怒られるんじゃないかとか、やっぱりパートナーにね、気分よくしていただきたいから不都合なことは訴えないっていうのがね、大体日本人の女の人のパートナーの考え方の大筋です。ですから、こういうことがあるということを皆様にまず知っていただいて、汲み取るチャンスに なっていただけたらなと思ってるんです。で、まあ、先ほどのね、まとめになると、はい、ちょっと漢字が多いんですけどね、まあ、ご覧ください。変形性の股関節症、変形性の膝関節症、そして変形性の腰椎症、腰の変形ですね。また腰部脊柱管狭窄症、そして女性に多いと言われている骨粗鬆症、座骨神経痛など、こういうふうなですね、
加齢に伴う、もうごくごく普通の一般的な変化起こってきますよね。そうすると何が起こってくるかというと、特に50歳以降なんですけれども、股関節が痛くなったり、そうすると関節を曲げたり、屈曲制限ですね、開背、股を開けたり、膝を閉じたり伸ばしたり、こういう開背制限が生まれます。そして腰痛ですね、もともと腰痛なところに男の人が覆いかぶさる体ってどうですか。そして足がしびれてきたりしますね。関節の可動域が低下して、骨や筋力の低下が起こってくると、そうすると体力的にも負担の大きな体っていうのをあまり好まなくなってくるんじゃないか。ということは、中高年には中高年のその人に合った体というものの変化、好みが生まれてくる可能性が高いということなんですね。では関節の低下や筋力の低下、そして女性ホルモンの低下に伴う性欲の減退、これらが起こってきた時にどうすればいいのでしょうか。一つには奇抜な体、そうですね、これをですね、中高年になっていきなりやろうとすると、普段してないですね、関節を大きく広く広げていくので、結構ですね、病気とかですね、筋肉を痛めたりですね、陰茎をね折ってしまったりとか、非常に危ないことになります。関節がね、柔軟性を失ってくるので。ですからオーソドックスな体と言われるもの、慣れた体というものを見直してみて、より一層感じるとか、そういうふうに極めていくっていう考え方も一つ重要になってきます。またこのね、筋力低下とか関節の変形になって何が起こってくるかっていうと、同じ姿勢をキープするっていうことに非常に意識を取られるわけですよ。こけちゃいけないとかですね、あそこ痛いんだけどとかって思いながら、そうするとですね、性欲がそがれたりですね、骨格のパワーを使ってしまうので、非常に快感を得にくくなる。前はできたんだけれども、いろんなところに気を使ったりとか、ちょっとこう痛みを感じ始めるので、生きにくいというかね、オルガズムに達しにくい条件が揃ってくるっていうことをちょっと知っておいてね。で、前とは違うっていう感覚になっていきます。それでそれをかもう補うには、究極のコミュニケーションである性交にとって、コミュニケートというのが若い時よりも欠かせなくなってくるのが中高年の性交の特徴だということをね、一つ知っていただいて、その根幹はですよ、もう相手への思いやりだっていうことなんですね。で、痛いかと聞いても痛いとは言わないかもしれないっていうことも少しベースに入れといていただけます、ね、それでじゃあ先生どうしたらいいんだよ、だって聞いたって言わないのにっていうことで、性交中はですよ、相手に口で聞くのではなくて体に聞いてください。体です。相手が感じている、そして濡れてきている、体の関節が柔らかくなってくる、いろいろな変化が認められます。本当にオルガズムにですね、導かれる時っていうのは、やはり2人がお互い築き上げてきた中で特徴がありません。しっかりとですね、その体との言葉だけのコミュニケーションじゃなくって、体とのコミュニケーションを取っていただくことによって、女性の体の変化を見逃さないようにして、タイミングやお互いのその成功を極める、そういう姿勢になっていただけると、相手の満足度もぐぐっと上がります。